ケンちゃんです。ゆいちゃんです。僕たちの遊び場、視聴者の皆さんからリクエストの多かったシチュエーションゲームをしたいと思います。やった。今回のお題はなんと桃太郎です。あれも、なぜまた桃太郎なんですか？鳥越さんが希望だったみたいな。なんでですか？舞台うるさい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 。で、今舞台あーよー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 で、桃太郎をやろうって静かに静かに鬼です。して、鬼ヶ島へ旅立つまでのシーンですね、はい、じゃあ配役をどうしようか。でも桃太郎、まあ、確かにね。でも僕ジャパンズだからお前ってもう全然でも斬新やん。じゃあ俺はおじいちゃん。設定が視聴者からのリクエストが。じゃどんな桃太郎かをじゃあ聞いてください。これの視聴者の方ってもう持ち込みが始めてるから。そう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 、僕ちょっと見たんですよ、2日前ぐらいに。結構やばい。やばい。はい、どんな桃太郎。やたら炎上を気にする。あーいいんじゃん。炎上桃太郎の時代にもあったんだね。じゃあ俺どんなおじいちゃん。じゃん。声がやたらめったら高いおじいちゃん。まあ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 。おばあちゃん。どんなおばあちゃん。JK ノリのおばあちゃん。いやめっちゃいいの出た。めっちゃいいじゃん。結構みんなこれは覚えとこ。はいはい。うん。はい、いくよ。はい、さーい。いやー、腰が痛いよー。マッサージ出てくればいいじゃん。マッサージどこにあるんじゃ。これ、アザブにあるし。あ、ほんとか。今行こう。オリーブスパあるよ。オリーブスパあるある。どこにあるんだ。あれとね、青山のかな。青山か。そうか。でも、今芝刈りに行かなきゃいけないからな。そっち行ってらっしゃい。洗濯頼むね。りょう。芝刈り、りょう。あ、了解のりょう。りょうな。りょう。じゃあちょっと、芝刈り行ってくるから。いや、全然行ってな。洗濯頼むぞ。いや、あー誰ですか、なんか。じいさん、誰こいつ。ねえ、じいさん。パッパカパー、僕、桃太郎で。ちょ、待ってください。なんか、食べ物から出てきてって炎上してません？なんか、食べ物を粗末にしてるとか炎上してません？大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。え、マジですか？え、この格好とか、大丈夫ですか？炎上してません？お前の誰じゃん！桃太郎です。自己紹介して、自己紹介。桃に、あの、太いに、ローって書いて、桃太郎です。だから、なんか、この感じ、なんか炎上しません？なんか、大丈夫ですか？服装とかなんかちょっといただかんと、ちょっと大丈夫。いやもう炎上がすごいんで、あネットですぐ書かれるんで。パイチとかやったらもうマジでほんまに、あのよく誰どうした、何目的は、何じゃ目的は。目的はあれなんですよ、あの鬼を退治したいなと思って。鬼？でも鬼退治とかしたら炎上しますか？鬼とかこの世にいんの？いや、いますよ。どこにいんの？いや、そんなこと言ってたら炎上しますよ。え、だからどこにいんの？いや、鬼ヶ島にいるんですけど。いねえよ、まだ。そんなこと言ったら炎上しますって。なんで？鬼側が炎上させます。鬼とかいいの？鬼は存在するわけねえ。いやいや、ちょっと炎上しますって。何が炎上？うるせえんだよ、さっきからよ。え、すごいおばあちゃん、こんなことで。わしも困ったのじゃ。最近ずっとなんか、もう80だぞ。ノリが女子高生なんだな。目玉のなんかしらのやつみたいななってますけど。目玉の親父？え、桃太郎ですよね。桃太郎じゃん。炎上しますよ、そんな。他の作品のやつ引っ張ってたら。いいよ、大丈夫ですか？気にしてたら聞いてたね。でも鬼、どこにいたんじゃん、鬼は。鬼ヶ島って言って。鬼ヶ島って。そこに鬼退治に行きたいんですよ。鬼退治してどうするの？悪いやつなんですよ、鬼大将。なんで鬼悪いやつじゃねえし。鬼、え、そんなこと言ってたらめっちゃ平民にもう、大はかかりますよ。なんで、なんで。鬼は退治しないとダメなんですよ。やってねえの。え、やってない。桃太郎がいたから。まあ、桃太郎。平民って言葉が炎上のもとなんじゃないか。うわ、マジか、それめっちゃ炎上しますよ。いや、え、マジか、それめっちゃ炎上しますよ。早く考えてたいですね。あ、マーさんよ。JK の間で、間で流行ってる。あれ作って持たしてやれ。JK の間で。なんか食べるやつのやつですか。今から桃太郎の鬼ヶ島に仲間を連れて行きたいんですよ。途中でお腹減るよ。それなんだ、それなんだ。何すか。きび団子。きび団子。きび団子 JK で流行ってるんだよな。え、手渡しで。うん、3時間並びの。3時間並びの。並んできてくださったんですか。うん、持ってん。あ、持ってんすか。うん。これは一発一発。あ、マジで。一発で。一発一発。あ、じゃあ、旅立っていいんですか。行ってこい。この感じで旅立って大丈夫ですか。大丈夫じゃ。じゃあおじいちゃんおばあちゃん行ってきます。行ってこい。頑張れ。あっちか、そっちか、そっちか。頑張れ。いやーびっくりしたなー。気乗り桃太郎。いいっすか、もう。はい、ありがとう。せやな、もうね。せや、もうそうなるよ。やだー。
でもやっぱりちょっと桃太郎の本来のストーリーにちょっととらわれすぎちゃったかなみたいな。あ、ほんま。最後だからちょっときびだんごをゆうたろうに託したのと、JK で流行ってる何を持ってくるのかなと思ったら、そこだけは忠実にきびだんごだったっていう、そう、一番びっくりしたよ俺。どんぶらこうってこう一応行こうとしたら、お前誰だ言われて、誰ですか、あなた。桃太郎って知らんやろ。知らん。どこで学ぶんですか、桃太郎。これもうパターンってやりたかったの。そうです、世代によってもその世代によっても桃太郎のストーリーは変わりません。今回の反省を踏まえて次回の鬼ヶ島編を、ね、あの見ていただきたいと思います、はい、楽しみに。楽しみ。次回の僕たちの遊び場はチーズインハンバーグを作りたいなと思いました。チーズインハンバーグ、はい、いきますよ。おー、ちょっと待って、ああ、ああ、ああ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。最後は淡井優さんからのリクエスト、高校受験なので眠らないで頑張れる一言でお別れしましょう。はい、これしちゃえ、はい、これしちゃえ、メガシャキ。お前ひどっ。お前やっぱすごい。メンタルだけは褒めてやろう。メンタル。